はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。加藤愛です。さあ本日なんですが、聖戦術機タロットレイ、このモンスターをね活躍させていきたいなと思っております。このモンスターめちゃくちゃ強いんですよ。出せればミエルちゃんっていうね、あのアーク5のキャラクターがいまして、でそのキャラクターが使っていた、モンスターなんですが、このモンスターね書いてることめっちゃ強くて、まあ、簡単に言うと月の書となんか太陽の書がフリーチェーンで打てるみたいなギミックですね。これめっちゃ強いです。1、2の効果、1ターンに1度、いずれか1つしか使用できないが、相手ターンでも発動することができる。1番は、太陽の書ですね。あの表側攻撃表示にできます。フィールドの裏側表示モンスターを。で、2番目は、表側表示を裏側にできるのは月の書ですね。まあ、太陽の書と月の書だと思ってもらえばいいですね。で、3番目も強いんですよ。自分のエンドフェーズに発動。自分の手札墓地のリバースモンスター1体を選んで裏側守備表示で特殊召喚する。これが、その強いリバースモンスターがを蘇生できるので何でもいいんです。リバースモンスターだったら何でもいいんで、これのね3番目の効果を使ってね、強いリバースモンスターを蘇生して、そのリバースモンスターを、まあ、表側にしたりして戦っていくっていう、まあ、そんな感じのギミックですね。なんかその面子みたいな感じで、でどうやってこいつを展開していくか、まあ、いろいろ考えたんですが、結局ですね、このタロットレイ君を出せなかったら弱いんですよ、このデッキは。出せんかったら弱い。で、マンジコットとかない、デュエルリンクスには。マンジコットもなければ、まあ、デビルちゃんもなければ、まあ、儀式の、なんか下準備とかもなければ、もうそのね、そういうね、儀式サポートがとにかく少ない、デュエルリンクスは。だからもうね、かさ増しをして、枚数で勝負していくしかないです、これを出していくのには。なんか月の書やら狡猾やら入れて、まあ、遅延行為したところで結局こいつが出なかったら弱いんで、このデッキは。だからこいつを出すことに全力を注ぎました今回は。これでやっと 30% ぐらい、これでやっと初手こいつが出せる確率が 30% ぐらいになりますね。で一番強い動きはこの聖戦術機タロットレイを聖戦術の儀式で出していくんですよ。でリリースするモンスターがリバースモンスターであれば、それを墓地から特殊召喚できるんで、これで出していけるのが、これレベル9なんですよね。だからデウスエクスクローラーっていうこのモンスター、これまあスキルドレインみたいな効果ですね。表になってたらこいつが裏側表示のこいつがリバースしてれば、スキルドレイン、まあスキルドレインより強いですわ。フィールド上の相手のフィールド上のモンスターが発動した効果が無効化されるんで、なんかフィールドにで発動する効果あるじゃないですか。多分、まあ、オルタナティブの効果とか、あとウィッチクラフトの変身する効果とか、なんかいろいろあるじゃないですか。フィールド上で発動するモンスターの効果、融合するとかね、ソプラノの。ああいう効果全部無効になるんで、めちゃくちゃ強いんですよ。で、こいつをリリースしてこれを出していくっていうのが、まずは第一目標ですね。で、他にもリバースモンスターっていうのは強いやつがいくつかいまして、まあ一応レベル9以上じゃないと、こいつの儀式で使えないんで、9以上で、まあ9が本当は一番いいんだけどね、レベルが合うから。9が一番いいんだけど、ちょっと9はこいつくらいしか強いのがいなかったので、探した結果、このね、エルガウスト君っていうやつが、まあ強いなと思いました。はい。これリバースってると、フィールド上のモンスター1体を対象にして、そいつの打点が0にできる。裏側守備表示であれば、表側攻撃表示叩き起こして0にできるみたいなね、効果なんですよ。まあ、もちろん攻撃表示でそもそもいるやつも0にできます、これ。これすごい強いです、これ。打点0にできるっていう効果が。で、これ3000あるんで。3000パンチすれば3000ダメージ取るんでね。だこれか、これをリリースして、まあ、これを出していく。で、これの効果で、まあ、これか、これを、蘇生する。で、あとは、この効果か、この効果を、まあ、このタロットレイちゃんで、なんか起こしたり、裏側にしたり起こしたりして、いろいろ使っていくみたいな、そんな感じの、ゲミックですね。もちろん、単純に自分のモンスターだけじゃなくて、相手のモンスターも月の書できるんで、結構強いです。はい。で、まあ、難しいのはね、このね、精霊の祝福っていうカードが、一応、まあ、その儀式魔法の、なんかその、かさ増しみたいな感じで入ってるんだけど、これね、レベルが同じになるようにね、儀式ができないから、これこいつ11なんで、これの組み合わせは出ないんですよね。これが難しいんですけど、まあ、単純に儀式魔法3枚じゃあどう考えてもサーチ足りないんで、だから6枚ぐらい入ってるっていう感じですね。1個言いたいのはマジでまんじゅうよこして、本当にまんじゅうよこして、まんじゅうと下準備ぐらいくれても別に悪さしないから、この環境で。ちょっとなんか儀式だけなんかその何ビビって実装しないのやめてもらっていいですか。なんか俺が運営する、なんならこのゲーム俺が運営するわ。ああちょっと考えてくれ、デュエルスタンバイ。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。スタンバイ。お、これは強い、全てを見通す太古の巫女よ。
イニシエの秘術によりて今よみがえれ儀式召喚レベル9聖戦術機タロットレイ終了です。タロットレイの効果発動です。エンドフェイズデウスエクスクローラーを特殊召喚してさらにタロットレイの効果を発動。表側にしとこ、表側にしてスキルドローイン発動します。これで青姫の剣士の効果を無効にしておきましょう。これで青姫の剣士を無効にしさらに相手のフィールド上のモンスターを突きのしもできるという最強の盤面。これが最強盤面。さあどうするガイバー。あのトラップ魔法トラップカードに対戦ないんであのそこだけ注意って感じですね。青姫の剣士、おなんだそれ効果無効だぞ。バリ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 、スキルドレインじゃないのか。スキルドレイン、あインシエのルール、何インシエのルールいいだろう。イニシエのルールはいい。イニシエのルールでブルーワイトワイトドラゴンが出てくるか知らないけど、はいはい、オッケーオーケー。無理、全然無理、寝て全然無理、おら寝ろ、おっしゃおらあー一直線やる、一直線こい、コズミック、よしコズミックナイス、コズミックナイス、コズミックナイス、コズミックサイクロンナイス。でコズミックサイクロン1枚除外してさせていただいて、あいいんか先生。あ、じゃあ裏でじゃあ裏でちょっと一回寝て、デウス君、デウス君一回寝よう。よし強いだろ、これが強いのよ、これが強いのよ。でとりあえず聖戦術師のことも発動して、でタロットレイ持ってきて、で反転召喚するデウスエクスクローラー。これもう一回儀式できるな、これな、儀式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 して儀式儀式エンドフェイズデウスエクスクローラーでもいいな、これな。そっちの方がダメージでけえな。スキル発動、儀式の使い手、私の力をお見せします。儀式魔法の手札に加えます。おーなるほど、精霊の祝福を発動します。魔法カード発動です。デウスエクスクローラーをリリースして聖戦術式タロットレイを特殊召喚です。あ、ちなみにこれこいつは名称していただいじゃん、さすがにさすがにこいつは名称していただいじゃんで、あのめちゃくちゃ無限に突き押しできるとかではないです、これ。はい、これだけ注意ですね。いや反応1枚きついでしょ。タロットレイの効果発動、え、これどっちだっけ、これえどっちだ、これはエンドフェイズ蘇生かあれあれこれどっちだっけ、これえこっちはあのエンドフェイズがいいの、これこれ蘇生か、これ蘇生、はい、これでいいのかな、はいはいはい、オッケー。さあ、まあこれはもう1枚なんで、もうスキルドレインする必要ないですね。はい、セットいいでしょう、1育成いいでしょう。ょ1回クローラー君起きてもらえます、クローラー君1回起きてもらえますか。これ一旦1回なんですが、まあ、1回も反転召喚すればいい、別に反転召喚でいいや、戦時ごと。はい、光りませんねこれ怖いですね、光りませんね、光んねえの怖いの、おい反転召喚、まあでも波紋のバリアとかあったとしても一応裏側にはできるんで、1枚裏側にはできるから、なんもないんかーい強いよね、この動き絶対強いと思うんで俺。どうみんなタロットレイの可能性感じた。さあお相手の方根性、今ロクラデッキじゃないじゃん、根性とか使うデッキロクラデッキじゃないからもうマジでなんだろう、ウッチクラフトかな、あ、ビッチクラフトだ、はい、ビッチクラフトね、はいはいはい、オッケーとりあえずコズミックサイクロンだけはぶちこないと何もできないんで、コズミックサイクロンを発動していくしかない。コズミックサイクロンを発動、コズミックサイクロンの効果によって相手のフィールドの魔法トラップカードを1枚ゲームから除外していく。オッケーで、スキルを発動、儀式の使い手、使い手で祝福戻しモンスター、あ、でもあれかビッチクラフトってさ、これさ手札からビッチクラフトなんかあれじゃねえ、これタロットレイの効果無効にされない、これタロットレイの効果無効にされる問題があるよ、これ聖戦術機タロットレイのさ効果無効にされたらこれやべえ、普通にやべえ、それは普通にやべえ、これ魔法カードがないことを祈るしかない相手に、相手の魔法カードがないことを祈るしかない、かなりやばいこれは。いや裏側にしたところでチェーンされるもんな、魔法カードがあった場合は。でこれでエンドフェーズ入れますかね、エンドフェーズ入って効果発動って言えたら強いのか、でも
エンドフェーズ、あ、効果発動できる、よし、発動できる、タロットレイ、これ今打っ、甘いぜ、そうだよね、今、いや、これ多分ね、メインフェーズ中に打った方がいいね、相手は。で、タロットレイ効果、で、これ、蘇生にチェーンして、これ、自分で裏返せばいいんですよ、これ、自分を。蘇生にチェーンして、だから、いや、これ意味ないから、一応、マスターベールを裏返ししたところで、効果はもう発動されてるから意味ないから、こいつを裏側にして、こいつ裏側にして、で、こうじゃない？こうでしょ。これで、これであとはデウス・エクスクローラーを表にすれば、多分なんとかなります。ウィッチクラフトは。多分なんとかなる。モンスター効果、シュミッタね、オッケー。シュミッタ効果、なんかマサピースかな、あ、いや、マサピース落とす、はい、オッケー。カードをセット。セット。あ、でもコズミックサイクルを伏せるの忘れた。ごめん。コズミックサイクルを伏せるの忘れました。ごめんなさい。まあいいですわ。ちょっとあれがね、狡猾な落とし穴じゃないことを祈るのに。狡猾な落とし穴じゃないか、さすがに。もう入ってないか。この、このデッキに。エルガウストも来た。とりあえず、デウスエクスクローラーは反転しないといけない。反転しないといけない。反転せんとあかん。土幻化せんといかん。で、コズミックスライクロン発動。で、これでモンスター効果は無効になっている。墓地の魔法カードを、で、墓嵐、すげえカード入ってんな。トラップ発動。なるほど。墓嵐。墓嵐はすげえ、すげえカード入ってんだ、これ。すげえカード入ってんな。コズミックスライクロン、まあいいや、それは。で、これでタロットレイを反転召喚するでしょ。よっしゃー、ウィッチガスとマスターベールの効果。あ、それは関係ない。ビリビリでしょ。よし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 、強い、非常に。非常に強い。一回ちょっと、あいつうるさいからちょっと寝てもらおうか。一回寝てもらって、で、まぁ、あ、2800あるんで、こっちも突破できないんで、エンドフェイズタロットレイの効果を発動し、タロットレイの効果でエルガウスト特殊感。オッケー、これで、やつは突破できます。やつは突破できる。なんでかっていうと、あの、叩き起こして攻撃力をゼロにできるから。反転召喚はいいよ。反転召喚は別に、反転召喚は別にセットいい。それはそれはいい、それは全然いい、それは全然いいよ。それは全然いい。で、メインフェーズ終了前、ターン終了時、戦術機タロットレイの効果発動。ああ、起きろエルガウスト、仕事だエルガウスト、起きろエルガウストの効果発動。お前のモンスターの攻撃力をゼロにするて。よし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 、これは強い、これは強いぞ、これは非常に強い、これは非常に強い、これはあまりに強いぞ。一応こいつは守備か、こいつは守備、やつは守備で、ですね、エクシズする必要性も一切ないので、このまんまバトルか、このまんまバトルってあるな、バトル説あるな。戦術機の効果を使わない。行こう。これでぶん殴って、効果無効。あの伏せカードなんとか知らないけど、これで、どうすか、月の書 OK。月の書 OK。月の書 OK。あ、自分をね、自分をね、なるほど。なるほど。自分を叩き起こす。それ、もう一回起きてくる前に。ちょっと僕起きて。はい、オッケー。おい。で、根性ね。はいはい、オッケー。ターン終了。これ、結論から言うと、デウスエクスクローラー盾でしたね。まあいいや。デウスエクスクローラーっていう生きるスキルドロインめっちゃ強いんで、こいつでモンスター効果を制圧していきながら、エルガウストで普通に打点をゼロにして突破していくという、こういうギミック。どうみんな、強くないこれ、やってること強いでしょこれ。まあ事故るけどね、ある程度。ちなみに初手で儀式できる確率 30% ぐらいです、これ。このデッキ、このデッキ 30% ぐらい、初手で儀式ができる、まあ先行初手で儀式できるんですが。で、ちなみに、デウクスエクスクローラーは、フィールドで発動した効果、うーわうーわ、きっしょきっしょきっしょ、まあ、でも一応ね、ライトニングボルテックスケアもできるっていうところを見せられましたね。マスターピース、やばいやばいやばい、マジでマジめんどい、マジでめんどい。でも魔法、はい、ジェニーね、オッケー。ちょ、反転するしかないんだ、もう。でもコラボレーション、はい、
で、俺は最後まで諦めねえ。反転できればもう大丈夫で、コズミックサイクロン来た。で、反転召喚、これでもう変身できない。いや、これ無効、これ無効なんだよ強いでしょこいつ。そう、スキルドレインとちょっと違うところはフィールドで発動した効果全部無効になるんで、リリースして発動とかもフィールドで発動してるんだったら全部無効になるんですよ。これが強いところですね、デウスエクスプローダーの。私のモンスターをお見せしましょう。戦術タロットレイ可能性しか感じない対戦、ありがとうございました。さあ、お相手の方、蛍原徹か、よろしくお願いします。デール3倍オッケー、聖戦術機、聖戦術の儀式発動、マジックカード発動です。儀式魔法を発動します。できればね、あのね、最初初手はデウスエクスプローラーがいいですね。相手のまあそのモンスターの効果を無効化できるので、初手は最初はデウスエクスプローラーがいいんですけど、まあエルガウスが来ちゃうことももちろんあります。でタロットレインの効果を発動し、エンドフェーズでエルガウストが特殊召喚される。エルガウストも実は結構強いんですよね、この打点ゼロ効果めちゃくちゃ強くて、まあちょっと探した結果こいつが一番強いという結論に至りました。私はあのなんだっけ、サブテラーマリス、どうちゃらこうちゃらレベル12のスペシャルハリケーン、スペシャルハリケーンってなんだっけ。手札を1枚捨てる後でフィールド上の特殊召喚されたモンスターを全て破壊する。え、やばいこと書いてないえ、やばいこと書いてないこれ。え、これって裏側にしたら守れるみたいなことないよね。え、これ特殊召喚された情報消えるみたいなことないですよねえ、強このカード、なにこれ、強っ、強すぎだろ、おいやめろ、何してんだお前、人参、何人参、バララバー、人参、はい、で、バララバーで除外してえ、何このスペシャルハリケーンとかいうスペシャルなカード、マジでスペシャルなんだけど、スペシャルすぎるでしょ、粉砕、おい最強カードじゃねえか、おどっからその最強カード発掘したんだよ。